どうもこんにちは宣伝部長のです今日はニコニコ生演説ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでニコニコ放送の方でね候補者全員に対して8分間の持ち時間を与え平等にあの演説をされたという放送がありましたんで、まあ、今回はその振り返りみたいなことをやっていきたいんですけどもまあ一番はねやっぱり最後の方に立花さんですね立候補してね立花さんが <laughs> あの まあいわゆる他の人の枠を使ってですねご自身の思いを述べるっていうシーンがありましてまあ、そこがハイライトだというふうに思うんですけどもまあ、いずれにしてもですねあの24名をですね橘さん関連で出てますからまあ、ある種応援みたいな形で何度も出てくるというところでありましてまあこんだけねやっぱり擁立するその何て言うんですかね橘さんの手法のねまあこう威力っていうんですかねそれを改めて感じたところでありますけれどもまあ、いずれにしてもですねあのテレビ はですね本当になんか主要候補者っていうかばっかり扱っていてですね本当ひどいよねと放送法に抵触してんじゃねえかなと思いますねだからえっ、ー、とニコニコは当然ね全員にまあ少なくとも声かけて で、出すみたいなことやっていて先日は討論会もやったしそれからえー、っとリハックもね最初主要よまあ候補者みたいな感じでまあ小池さんとか4名をやりましたけれどもそれ以外の方々もちゃんと読んで何回かに分けて討論みたいなのをやったということでまあある種フェアに扱ってますよねまあ、やれる範囲の中でね。で、テレビは、 なんかやったたんすかみたいな他の候補者のまあ、意見というのをどのくらい出したんですかっていうことについては、まあ、ほとんどやってないでしょで小池さんに至ってはですねもう逃げ回ってるわけでだからなんか船船の上から演説みたいなね、まあ、そういうなんかこう絵になるようなとこだか追っかけてやるなよみたいな <laughs> その分他の候補者の意見をね、まあ、取り上げてやれよと。 で、今回もまあ全部は聞けませんでしたけども、まあ、聞く限りやっぱりそれぞれみんな思いがあって出てるわけで,でそれはやっぱり立候補した人の声をね扱う責任あるでしょってやっぱり思いますけどね。はいまあ、というわけでちょっとね振り返りみたいなことやっていきたいんですが。 はいというわけでこちらはですね日本記者クラブによる、えっと、6月19日の、まあ、いわゆる合同記者会見みたいなやつですねこれは告示日の前日なんで一応まあ合法っちゃ合法なんでしょうけども。 まあここでもうすでに4人をね、まあ、特別扱いしているようなところがありまして、まあ、その後もなんか一応テレビでね討論会の企画はあったらしいんですけども小池さんがあ断ってるのでできないみたいなことを蓮舫さんが言っていて石丸さんは小池さんもなんか蓮舫さんにも断られたみたいな話もしてるしどうなってるかよくわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもですねなんかテレビでそういうね、まあ、そもそもそういう企画をして小池さんが嫌だ んんだだっってうたたら他の人出せばいいいじゃんみたいなねどこで線引きしてるのかよくわかんないんですけど、まあ、4人の時点ですでに線引きしてるわけで,でそれで例えば小池さん出ないってなったらああそうなんですねみたいな感じで別の人を出してやりゃいいんじゃないかなって思いますけどね、まあ、いずれにしてももっともっと多くの人のまあ意見を出せばいいんじゃないかなというふうに思いますがはい、まあ、というわけでねえっ、ー、とまあまあでもまあそもそもねなんかこう 合同演説そのものがね、法律で禁止されてるとかですね、<laughs> まあむちゃくちゃだったりするので、いろんな意味において法改正もこのあたりもね、ぜひやってほしいなというふうに思います。はい。で、えー、っとですね、その中で、えー、っと、早速ニコニコ生放送の方に行きますけども、まずが、はい。しょっぱなが河合祐介さんでしたかね。はい。まあ、やっぱり、なんか、 これど,どういう順番でね、まあ、これ決まったのかよくわかんないんですけど、まあニコニコも一応ね、全員にフェアにあの機会を与えてるとはいえですね、主要候補者はやっぱり真ん中くらいの一番いい時間帯になっているっていう、まあそのくらいの差異はね、あるのかなって感じで、まあ、あとはくじ引きだったんですけど、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、まあとにかく、えー、っと、そうですね、1、まあ、番バッターめちゃくちゃ目立つと。そしてね、 やっぱり顔も緑に塗ったりとかして派手なので、まあ、のいろんな意味において目立ったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で、まあ、あとね、まあ、ちょっと思ったんですけど、あのこ,この隣にい <laughs> る<あの> <laughs> 隠しきれてない宮川さんですけども、あの、なんか河合さんのはすごいがっつり手伝っていて、大津さんの時と比べるとですね、全然こう乗り気具合が違うっていうのは、まあ、ち,ょちょっと気になりましたっていう、まあまあ、ちょっとそれだけですね。はいで えっと、そしてですね、あとはちょっと飛ばし飛ばし行きますけども、えっ、ー、とですね、こちら、ドクター中松さんですね。なんか、元気そうでしたね。なんか、96歳でこんくらい元気で頭もはっきり動いてるって、まあ、すごいなと。これ、120歳いくんちゃうかって、ちょっと思いましたね。だから、まあまあ、 あの年齢でねどうこうという話はあるかもしれませんがちょっと120歳ぐらいまでなんとかね発明で長生きしていただいてですね4年に1回ドクター中松をみんなで見る会みたいな <laughs> のがあるといいというふうに思いましたねこういった長生きも一つ多くの人にね何かこう元気を与えるようなことだというふうに思うんでまあおじいちゃんでありますけれども立候補ねこの年で立候補してまあそれなりの政策を述べていくっていうのは素晴らしいことだなというふうに思いました。 はい、で、まあその一方で立候補できる年齢が30歳で区切られている、30歳以上って区切られているのは、まあ、やっぱりおかしな話だというふうに思うんでまあ、96歳が出られるんだったらまあ、18歳から出られても普通にいいんじゃないかなというふうには思いましたけどね。はい。でえー、と、そしてですねその次これ N 党の方一番早かったかな福原しるヴさんですねまあ、結構いいいい時間帯に当たりましたね。で、なおかつ、 なんか主張を初めて聞いたんですけども,、まあ、もなんで N 党かみたいな理由がよくわかるようなその主張でありましていわば簡単に言うと日本がまあ戦後ですね、アメリカに乗っ取られたような状態にある中で、まあ、メディアがちゃんとしなきゃいけないだから NHK ぶっ壊すなんですよね。 だからあ、なるほど、だから、立花さんに共感していろいろ活動されていて、今回の都知事選も出ようというふうに思ったというふうに私は理解しましたっていう感じですかね。はい。まあ、すごく、まあ、そういうふうに思ってらっしゃる方結構いらっしゃると思うんで、あそういった一定の方の支持を得るんじゃないかというふうに思いましたね。はい。 で、その次ですかね、えっと、これは石丸ゆきとさんですね。立花さんがまあ応援演説みたいな形で現れて、まあ、2人のなんか掛け合いみたいな感じですかね。あ <laughs> ので、いろいろ話をされていたと。まあ、正直、この話で一番びっくりしたのは、なんか NHK のなんか、えっと、情勢調査みたいなやつを立花さんがおっしゃっていて、それによると、えっと、小池さんが45。 パーセント45で、えー、と石丸さんが25蓮舫さんが20っていうことでもう抜いてんだみたいな <laughs> 私も先日あのなんか,なんかこう順番っていうんですかねあの17位までを、えー、主要候補者とさせていただいて順位をねあのなんていうんですかね私なりにつけさせていただいたんですけども、まあ、その時もですね、えー、と1位が小池さん2位がね、えー、石丸慎二さんの方ですねにさして ていただいて、ね、3位としただけねサしんですけどそれはもうちょっとなんか私が撮影した時点においてはね、舫様は2位だみたいなね石丸さんは全然みたいな10ポイントみたいな話の中で追い上げるんじゃないかっていうふうに思ってたんですけどもうすでにここまで来てるのでこれ下手すと本当に石丸 VS 小池みたいな流れが出来上がるとワンチャンなんかこれちょっと可能性が出てきてましたね。だから 結構小池さんに入れたくない票があちこちにばらけていてですね、蓮舫さんとかにも結構入ってるんですよね。で、だから、ある種2番手が誰だって明確になったらそっちに集中するんですよ下手すと、なんか蓮舫さんの方に行ってる5%ぐらいっていうんですかね。だから今4、小池さんが45っていうことでしたけども、まあ、石丸さんが25か。蓮舫さんの5が、えっと、石丸さんの方に行って30ぐらいになる可能性も出てきてますよね。はい。 まあ、まあそんくらいの数字が割とも,もうちょっと早く出てくるともっともっと追い上げる可能性すら出てくるという感じですけどしかし小池さんの45ってちょっとえらいあれですよねだからどうせ勝つんだからみたいな表があってそれが5%抜けると石丸さんがそれで35ぐらいになるのかまあいい勝負になってきますねはいはいという感じでね、まあ、正直ねこいつ組織表もねいつ動くなてうんてすかね万全な組,組織表でもないかと。 ですすからら、まあ、一気に動く可能性えっ、ー、とそしてですねまあこの中においてですねお医者さんで弁護士で、まあ、すごい方ですというような紹介をされてましたねはいまあこういった有能な方が是非ね政治家になるべきだというようなお話をまあされてましたと。 ははいといいとうわけでで続いては安野弘さんですねちょっと演説してる様子はなかなか見てなかったんですけども初めて見たって感じでまあでもなんか優しさが全身から溢れてますよねだからどうしてもなんかこう悪の強いトップではなくって、まあ、2番手というか東京都だったら副知事やってほしいとかまあそういった声が上がるんでしょうけどねでも、まあ、次の時代のやっぱりリーダーってやっぱりなんかこういう優しいタイプって っていうのかながまあ私は増えてくるんじゃないかと思っていて、まあ、多くの人の話を聞きながらふふんふんふんっていう感じででも有能なんで新たな新しい手法をみんなで編み出してまあそれを紡いでいくっていうタイプのリーダーですけど、まあ、そのうちの一人になるんじゃないかと思っていて、まあ、今回都知事選はねまあおそらく難しいでしょうけども、まあ、今後に大期待ですよね今も三十三歳ということで政治家としてはめちゃくちゃ若いんでねあの まあどっかでぜひ勝ってほしいなと思っているうちのお一人ですね。はい、で、えっ、ー、と、そしてですね、これ、今、大、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、大躍進中か、の石丸慎二さんですね。はい。で、なんていうんですかね、まあ、ちょっと石丸さんだけじゃないんですけど、他の候補者が結構、悪が強い、悪がついてるのから、なんていうんだろうな。 まあ目立っていたので、なんかさほど主要候補者の皆さんの、なんていうんだろうな、まあ、意見があんまり目立たなかったかなって、やっぱ印象ですよね。だから主要候補者は主要候補者の戦いがある中で、より多くの人に呼びかけなきゃいけないから、尖ったことが言いにくいみたいな状況にありますよね。まあ、その中でも、まあまあ人口減対策ですよね。ある種、東京弱体化と思われるような主張そのものが、まあかなり尖っているようにも見えるんですけども、 ままあまあそれでも他の候補者が結構尖ったこと言うんでね <laughs> あのなんかこういうふうになら並べられるとまあ多くの人に訴えようというなんて演説っていうのはまあまあ逆に響きにくいのかなっていうの一つちょっと思いましたねだから場所場所で言うことを変えるべきなんだろうなと思いましたけどまあいずれにしてもですねちょっとお疲れですよね <laughs> あの <laughs> そら疲れるわみたいなまあ感じになってるわけでまあ残りねあのまあ あとは問題なのは体力ですよね。体力で残り、その本当に駆け抜けることができるか、元気なままね。まあ、それによって、本当にあのこう小池さんをね本当に破るほどの勢いを作れるかどうかっていうのはそこにかかってるのかなみたいな感じですかね。はい、まあ、いずれにしても日々、なんか、まあなんだっけ、タカさんとかもそうかな、いろんな方々がまあ応援し始めているので、ある種の渦はでき始めているのかなという印象ですね。 まあいずれにしてもですねなんで小池さんに45ポイントもあんのかも意味不明ですけどね何考えてんだっつあの半分近くやんけんみたいなところがあってそれはちょっとおかしいやろって普通に調べたら思うでしょまあまあそういったことについて突っ込んでいたのがその次の、えー、とひまそらあかねさんですねまあ主にご自身の主張はそんなに強くまあ抗菌中致をなくすぐらいの感じなんで主におっしゃっていたことは小池さん蓮舫さん石丸さんの悪口というか <laughs> <laughs> こいつらここはダメだみたいな感じですねまああのー、小池さんに関しては本当にまあ、おっしゃってる通りで一丁目一番地のねいわゆる情報公開については ヒマソさんがやり始めたらそれを取り下げちゃったみたいな話があって、まあそれはおかしいやろってね、まあまあまさに言える当事者の方ですよね。まあそれが、まあここにおいて突っ込みされてるっていうのは非常に、まあ素晴らしいことではあるかなって感じですかね。あと石丸さんとかね、ドトールの紐がついてるとかなんかまあいろいろおっしゃってましたけども、あれなんですかね、最近なんかほら、 中国の工作員が、みたいな話があんまり言わなくなったんですけど、いろんな人がね。まあ、ひまそろさんはあんまり言ってたのかな言ってなかったような気がしますが、まあ、なんか、印象操作がね、石丸さんに対して多すぎのような気がしていて、その、なんか、震源地はひまそらさんなんですけどね、そこについては非常に問題ある気がしますが、まあ、本当のことだったらまだいいんですけどね。はい。で、えっと、なんか、先日見たのは、えー、っと、ットル、 っていうか、か、まあ、その関連,関連ですかね、いろんな方々からまあ5,000万の貸し付けを受けて今回の都知事選に挑戦してるとすでに2億以上集まってますからそれについてはすぐ返金できるようなもので何、まあ、か仮みたいな感じにはならない。 なまあ実質は貸してくれたから、まあ、借りは仮なんでしょうけどもそれによって自分の信条を曲げるほどの借りではないってことですよね。なんですけどなんか猪瀬さんの5,000万借りた件となんか一食単にして攻撃してる人がいてそれはないやろと。あの <laughs> しかもまあまあの経歴というか賢そうな人もそういうツッコミをしていてですねいや全然違うじゃんみたいなあれは収支報告書に書いてなかったからアウトなんだだけなんであってっていうまあそれに尽きるわけですけどね当然選挙終わったらね石村さんは書くわけで書いたら何の問題もないわけで何言ってんのかなって感じですけどまあまあそれはそれは置いといてしてあの蓮舫さんに関してのツッコミは共産党ですみたいな。<laughs> 突っ込みがしかなかったのでその辺はちょっと面白かったですね。はい。でその続いてが、まあ、蓮舫さんっていうところでありまして、まあ、この辺のねなんかこうタイムスケジュールの組み方も素晴らしいですね。<laughs> あの <laughs> 石丸さんと来てえっとひまそらさんと来て蓮舫さんの間に挟むかみたいな、まあ、感じで,であと蓮舫さんに関してはですねなんか結局ばらまきかなみたいな若者にばらまきみたいなことを一生懸命おっしゃっていて。 ななんだかなっていう感じですけどねまあはいでででえっ、ー、とそしてですねで小池さん小池さんですねはいまあ小池さんはいろんなとこから逃げ回ってるんですけどこういう演説会っていうんですかね一方的に言うとこには出てくるって感じでありましてまあ、討論から逃げ回ってるっていうまあそれだけの印象しかないし、まあ、演説もちょっとねなんか分かりづらかったですかね本当にこの人に45ポイントも何で集まるんですかもう意味がわからないですねはっきり言って。で えっと、実績残ってる視点だったら別ですよ。<laughs> で、えっ、ー、と、公約守ってるとかね。で、その次が、タモガミさんですかね、まあ。タモガミさんは、まあ、あの頑張ってました。<laughs> で、えっ、ー、と、で、あと、こっからまた N 等ゾーンに入っていって、えっ、ー、と、上洛さんとか、なんか、ちょっと身内ネタが多いような気がしましたが、なんか楽しそうにやってらっしゃいましたね。はい。えっ、ー、と、で、まあ、N 等がどんどん続くって感じで、 なんか立花さんが出てくるバージョンと出てこないバージョンがあって、まあ、その辺の差がよく分かんないんですけど <laughs> あの <laughs> はい結構まあこの後はですねこっちの方はえっとあれですかねえっとミニ立花隆ですねなんか偽物ですこれ。<laughs> <あの笑> でえー、とこれは横山みどりさんで、まあ、これはねさすがにニコニコ生放送ですかねその中でニコ生回数って今ホットな話題を取り上げてですねいろいろ突っ込んでましたねまあ、どっちかっていうと普段はは、ね、ニコ生の悪口を言うんでしょうけどもさすがにまあ頑張れみたいなメッセージになってましたねはいはいで続いてこちらは内野さんですねまあコメント欄がですねな,なんかこう脱ぐんちゃうかみたいなあの <laughs> 声で溢れてましたけどまあ普通に演説をされてましたねはいはいで続いてはですね内海悟さんですねまあなんかこういう感じじゃなかったと思ってた感じで普通に読み上げるって感じでしたけどもねはいまあ相変わらずの主張でございますということでまあ一部の層にはかなり刺さるっていう感じでしたよねはい、まあ、政権放送とあまり中身は一緒みたいな感じですよねはい で、えっ、ー、と、そしてですね、これはまあ、黒川さんですけども、まあ、代理みたいな感じで出てこられて、まあ、さすがに主張がちょっとおとなしみになっていたっていうのが、まあ、印象的でしたかね。で、で、こちらは南さんですけど、あの、立花さんが後ろでね、スマホをポチポチやってるんで、そっちが、あの、すごい気になりました。<laughs> で、えっ、ー、と、そしてですね、あ、これ、福永弁護士ですね。で、福永弁護士はどこだったっけな、まあ、海外から、 お伝えしますみたいな <laughs> いつものパターンになっていてまあ今回ちょっとね無事に出れてよかったかなっていう感じですかねはいただまあここぐらいまで来ると結構深夜なんでねあの一番盛り上がったのはひまそらさん前後ぐらいですかねまあ石丸慎二さんでわって上がってその後とひまそらさんみたいな感じってまあそこでかなりあの同説多かったんですけどこの辺りはもう深夜なんでまあ見てる人もかなり減ってるっていう印象でしたね はいでえー、っとあとはこれが最後ですね最後大関あゆみさんという方でポーカー島みたいなねでポーカー、まあ、ちょっと一応びっくりしたのはポーカー島と言いながらポーカーやったことないですみたいなこう直前にちょっとやりましたみたいなええー、みたいな、まあ、結局はまあ名前を売りたいというか目指したいというか、まあ、そういうのでポーカー島として出てきた。 とといううことのようですね、はいまあ、その辺はちょっと完全に立花さんの戦略に乗っかったっていう感じですけどもまあ実際これ目立ちましたねでこのあと関さんがしゃべるんじゃなくて立花さんがずっとしゃべるんですけど結果として目立つみたいなことになったんじゃないかなと思いますね。はい、でこのあ、えー、と大関歩みって書いてありますけども立花さんがほとんどしゃべりますと。<laughs> で中身はですねまあ下にも貼っときますんでよかったら見ていただきたいんですがまあまあ魂の叫びですよね普段んはまあおちゃらけっていうわけじゃないんですけどねまあ、楽しくやっているような感じなんでまあまあ分かりにくいその胸の内みたいなことについてお話をされていて要はまあ今回ねポスタージャックでまあかなりね変更報道っていうんですかねまあ別にあれについて批判するのはいいと思うんですよね。その一方でやっぱり掲示板いらない だろうとかですねまあそっちのなんか話とかそれから立花さん他にもいろいろ暴露してましたけども、まあ、選挙にかかってるお金とかですねまあもったいないお金はたくさんあるよねと。で新聞社の方に対してもですね、まあ、候補者1人当たり800万ぐらいでしたっけ <laughs> あの <laughs> 宣伝費として使われていてで結局でも実質 それは低価で他の民間でやってたらね80万ぐらいのやつをまあ10倍ぐらいで売りつけていてほぼ利益やんけみたいなね広告ってただでさえ利益率高いのにまあそのうちその10倍ぐらいの値段で売りつけてるってとんでもない話があってそのポスタージャック叩いてる暇ったそれ叩くべきなんだけどそれやっての新聞みたいなねで新聞とテレビはこうあのクロスのオーナーシップ制度でね結びついてるんで批判しないって感じでまあであるがゆえにまあまあ橘さんのポスタージャックって の,の問題はことさら大きくしてですね、まあ、秩序を乱すな、壊すな、我々の利権を壊すな、みたいなことだというふうに思うんですけども、それをどこまで意図的にやってるかどうか置いといて、まあ無意識的にですよね、今我々が美味しくジャブジャブやってるとこを邪魔すんなと。 いうのがやっぱり背景に見える感じで、まあ、そこに対してやっぱりもともとはね NHK のやっぱり内部告発から始まってますからね、まあ、そん時から取り上げてもらってないとだから政権まで作ってやったり、まあ、今回も24に出したりする中で目立ってんだとでポスタージャックとかやったら報道せざるを得ないでしょとその延長線上でちゃんと本来の問題を報じろよと。 いうことを言ってるわけででまあ本当に今そこに対してのまあ、今までの頑張りみたいなことについて、まあ、お話をされていたというところですかね。はい まあこれは当然、あの支持者の皆さんについて刺さるんですけども、まあ、アンチの皆さんとかね、これをよくいじれるなとか思いますけどね、なんか同じことをできんのかなと、<laughs> まあまさに本当にまあ命がけだと思いますけどね、だから立花さんの表面上のとこだけね、まあ、そこしか知らない人が、まあまあ、あのちょこっとだけ見てね、不快感を覚えたり嫌だなって思うのは、まあそれはそうなんでしょうけど、まあ、こういうのをきっかけで知って、いろいろ見てるのに、だから、 それアンチの方とか毎日のように見てるのになんで表面上のことだけひたすら叩けるのか意味不明なんですけどもそこについては本当にこの世の中のおかしさ をどうやったら変えられるんだろうかみたいなことについて、真剣に考えたことがないんじゃないかなと。で、そこに風縄を、風縄を上げられ、開けられる人はどんだけいるんだっつ話ですよね。まあ、ガーシーさんは途中でね、やっぱ倒られてしまいましたけども、立花さんはこの件でずっと頑張ってるわけで、まあ、こんな軽有な人はいないと思うんですけどね。まあ、まさに応援一択だと。とその意味においてはですよ。 まあ全てにおいて応援しろとは言いませんけれども、まあ、やっぱり今のなんかこう、既得益構造に対して、不満がある方は、やってることについては一定の理解を示すべきなんだろうなというふうに私は思いますけどね。はい、まあ、ということで。 はい、まあ、ざざっとね、早、まあ、くバーっと追っかけてきましたけども、まあ、実際の放送はすごく長いんでね、よかったら下に貼っとくんで見てくださいという感じで、まあ多分ね、多分大津さんもこれね、選挙興味あるんで見てたんでしょうね、蓮舫さんのところは楽しそうみたいな、まあ、感想でしたけども、まあ、最後の橘さんの演説も見てもね、結局まだ文句言い続けるんですかね、まあ、そこについては本当によくよく考えるべきだと思いますね。自分が問問題題提起していいいいるるううな裏金ととかろ話あにううに思まますけれれども、それはまさに 既得権益相互そういうことをやっていてそれをぶっ壊そうとしているのが立村さんでその足を引っ張ることをやってるまさに邪魔しているのがまあ自分であるということに早く気づいてほしいなというふうには思います以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね